リルカットコピーがグレー表示されている Windows のメニューグレー表示、またはグレーアウトとは一部の単語や文章を薄い灰色で表示することである。重要度、関連性、優先度が低いこと、無効、アクセスできないなどの状況を示すために使用される。この表示ルールはグラフィックユーザーインターフェースにおいて現在の状況では実行できないアクションを視覚的に 示すために広く使用されている。ウィジェットをグレー表示することで、そのウィジェットが現在無効になっており、ユーザーが操作も選択もできないことを示す。ウィジェットが暗い色の場合は、薄いグレー、明るい色の場合は、濃いグレーが使用される。このアプローチは、メニューやアイコンといったグラフィック制御要素の表示位置を維持しながら、それを使用できない時に制御を無効にし、 その状態を明確に表示することを可能にし、それによってユーザーの混乱を最小にする。グラフィック制御要素は有効状態においてユーザーがそれを無効にすることができないことを示すのに、グレー表示する場合もある。ありがとうございます。